リボ核酸、リボ核酸、リボ核酸は、リボヌクレオ,オチドが、ホスホジエステル結合でつながった核酸である。RNA のヌクレオチドは、リボース、リン酸、塩基から構成される。基本的に、核酸塩基として、アデニン、A、グアニン、G、シトシン、C、ウラシル、U を有する。RNA ポリメラーゼにより、DNA を異形にして、転写、合成される。 核塩基は DNA のそれと対応しているが、ブラシルは市民に対応する。RNA は生体内でタンパク質合成を行う際に必要なリボソームの活性中心部位を構成している。生体内での挙動や構造により、伝令 RNA、メッセンジャー RNA、mRNA、運搬 RNA、トランスファー RNA、トレナ、リボソーム RNA、 ノンコーディング RNA、ウクナ、リボザイム、二重差、RNA、ズナなど様々な分類がなされる。核酸は1868年、一説によると1869年に、フリードリッヒ・ミーシャーにより発見された。核内から発見されたため、核酸と命名された。その後核を持たない、原核生物からも核酸が発見されたが、名称が変わることはなかった。 1939年、トーブ・ヨーン・キャスパーソン、ジーン・ブレイチェット、ジャック・シュルツらにより、RNA がタンパク質合成に関与っているという説が提唱された。その後、ヒューバート・チャントレンは、RNA がリボソームに対してタンパク質情報を伝達するという役割があることを解明した。1964年には、ロバート・ W ・ホリーが、 酵母のトレナの配列と構造を解明し、1968年にノーベル生理学賞を受賞した。1976年には、バクテリオファージ MS2 のレプリカーゼ遺伝子の RNA 配列が決定され、RNA の拡散塩基は、アデニン A、グアニン G、シトシン C、ウラシル U の4種で構成されている。アデニン、グアニン、 シトシンは DNA にも同じ構造が見られるが DNA ではチミン T がウラシルに置き換わっており相互的な塩基はアデニンとなる。チミンとウラシルは共にピリミジン感を持つ非常に似た塩基である。シトシンが化学分解されるとウラシルが生成してしまうため DNA ではウラシルの代わりにチミンが用いられるようになった。これによりシトシンの分解により誤って 生成してしまった裏シル検出し、修復することが可能になるなどの利点が生じた。RNA には様々な就職 RNA が存在し、それぞれが異なる役割を持つ。修道ジ人、プソイドウリ売人、夫妻ニ尿メチル化修飾は、比較的多く見られる修飾である。リボチミジン、T、RT、修道ン、プ夫妻は、トレノのティープサイシーループによく見られる。 アデノシンが脱アミノ化されたイノシン、アイは RNA エディティングにより生ずるものとトレなの V 特異的になるものが知られ、グアノシンに似た性質を持つ。他にも約100種の就職塩基が存在しているが、全容は解明されていない。一本グサリ RNA は自由度が高く、工事構造を形成する。RNA の構造的特徴として、 DNA には存在しないにくらいのひどろき仕事が存在するというものがある。DNA と RNA は共にヌクレオチドの重合体である核酸であるが、両者の生体内の役割は明確に異なっている。DNA は主に核の中で情報の蓄積、保存、RNA はその情報の一時的な処理を担い、DNA と比べて必要に応じて合成、分解される頻度は顕著である。 DNA と RNA の化学構造の違いの意味することの第一は RNA は DNA に比べて不安定である。両者の安定の度合いの違いが DNA は性的で RNA は動的な印象を与える。DNA と RNA の化学構造の違いの第一はヌクレオチド中の糖は RNA はリボースで DNA は2くらいの水酸元が水素で置換された2でキシリボースである点にある。このため DNA ではリボースが C2 エンド型構造を取るが RNA では2くらいのヒドロキシ元の存在により立体障害が生じリボースが C3 エンド型構造を取る。これに伴って DNA は B 型螺旋構造を取りやすく。 RNA は A 型螺旋構造を取りやすくなるという違いが生じる。この結果 RNA の螺旋構造はメジャーグルーブが深く狭くなりマイナーグルーブが浅く広くなる。螺旋構造についての詳細は記事二重螺旋に詳しいものが載っている。RNA は DNA と比較すると一般に不安定である。RNA に存在する二い,い水産元の酸素には 孤立電子体が2つあるため、例えば、塩基性条件下、隣接したリン酸は、水酸元から、嗅覚攻撃を受け、ホスホジエステル結合が切れ、種差が解裂するなど DNA と比べて、不安定である。この特性から、翻訳の役割を終えた、mRNA を、直ちに分解することが可能になる。バクテリアでは、数分、動物細胞でも数時間後には分解される。 安定 RNA では一本差に水素結合を形成し、螺旋構造となるなど、多様な二次構造、三次構造を取り、安定性を増している。構成する塩基にも違いがあり、一般に DNA は A、C、G、T であるが、RNA では T の代わりに U である。ただし、DNA 上にも U が稀に生じることがあり、また塩基に t ではなく u を用いる DNA を持つ生物も存在する uDNA 参照。圧倒的大多数の生物で DNA の構成延期に u ではなく t が用いられるのは c が自然に脱アミノ化することで u に置き換わることがあり延期配列を維持するために損傷して u に変化した c と元来 u である残基を識別する必要があるからである。t は U の多いの水素が、メチル元に置換された構造をしている。また、C からは、容易に生じることはなく、C の損傷によって生じた U を容易に識別できる。以上より、DNA では U ではなく T を用いる方が有利であったと考えられる。DNA と RNA の物理科学的性質について、DNA と RNA は共に、紫外線である波長2百六十七メートル付近に、 吸収極大を持ち、230ナノメートル付近に吸収極小を持つ。この吸高度は、タンパク質の280ナノメートルよりもずっと大きいが、これは DNA と RNA がプリン、またはピリミジンを塩基として有するためである。ただし、二重螺旋を形成している DNA の場合、溶液を加熱するとその吸高度は増す、濃色効果。これは、 DNA は規則正しい二重螺旋構造を有しているため、全体の急高度が個々の塩基の急高度の相和より小さい、単色効果が加熱により二重螺旋構造が溶け、拡散の変成、個々の塩基が自由になり、独自に光を吸収するためである。また DNA と RNA はアルカリ溶液中で挙動が異なる。RNA は弱塩基でも容易に、 加水分解するが DNA は安定して存在する。RNA 合成はもっぱら DNA を異型とした酵素 RNA ポリメラーゼによる転写によって行われる。DNA のプロモーター配列通常遺伝子の上流に存在する2酵素が結合することで転写が開始される。DNA の二重螺旋は別の酵素 DNA ヘリカーゼの働きにより一本差になる。その後、 RNA ポリメラーゼが異型 DNA の3側5側へと移動すると同時に異型 DNA に相補的な RNA 差が5側3側へと伸長していく。また RNA 合成がどの部位で止まるかも DNA 配列により決定されている。RNA を異型とする RNA ポリメラーゼも存在する。例えばある種の RNA ウイルス、ポリウイルスなどは このようなタイプの RNA ポリメラーゼを用いて、自らの持つ RNA を増幅させる。また多くの生命体では、この種の RNA ポリメラーゼが、RNA 干渉に必要だということが知られている。伝令 RNA は、メッセンジャー RNA、mRNA とも呼ばれ、細胞中で、タンパク質合成部位であるリボソームに、DNA の情報を伝える役割をする、RNA である。 遺伝情報をもとに、タンパク質が合成される場合には、RNA ポリメラーゼの働きにより、DNA に対して相補的な配列を持つ mRNA が転写され、次にリボソームにより mRNA の配列に基づいたタンパク質の合成が行われる翻訳。このように DNA が一旦 RNA と転写され、RNA を形として、 タンパク質への翻訳が行われるという一連の遺伝情報の流れをセントラルドグマと呼ぶ。セントラルドグマはタンパク質が遺伝子産物であることを前提としているためノンコーディング RNA 遺伝子の場合には当てはまらないと解釈されている。一定の時間が経過すると mRNA は RNA 分解酵素の働きによりヌクレオチドへと分解される。多くの場合 mrna は単米であるが、大腸菌では約5分とも言われている、哺乳類の生子中に見られるように、極端に安定な mrna も知られている。運搬 rna は、トランスファー rna トレナとも呼ばれ、タンパク質を合成する翻訳の際に、特定のアミノ酸をリボソーム内部へと導入する rna である。74から93塩期からなる短い。 RNA 差である。アミノ酸結合部位と mRNA のコドンと水素結合を作るためのアンチコドン部位を持つ。非高度 RNA、カキ酸照の一種である。リボソーム RNA、名は、細胞内で、タンパク質合成を行うリボソームを構成している RNA である。新核生物のリボソームの名は4本の RNA 差、18S。 5.8s、28s、5s 28から構成されている。このうちの3つは各固定で構成され、残りの1つは他の部位で構成される。名は非常に大量に存在する種の RNA であり、典型的な真核細胞に存在する RNA の少なくとも80%が名として存在している。トレナ、10数%、mRNA、数%。 ノンコーディング RNA、クナは、タンパク質へ翻訳されない RNA の総称である。最も有名なものとして、前述の運搬 RNA とリボソーム RNA が挙げられる。この二つはどちらも翻訳に関連したものであるが、1990年代後半から、新しいタイプのノンコーディング RNA の発見が相次ぎ、ノンコーディング RNA は以前考えられていたより、 重要な役割を果たし入る可能性があると考えられるようになった。1990年代後半から2000年代前半にかけて人間をはじめとする高等生物の細胞では複雑な転写が行われているという証拠が得られてきた。これは生物学において RNA がより広い領域で特に遺伝子調節に用いられているという可能性を指摘するものであった。 特に、ノンコーディング RNA の一種である、マイクロ RNA。皆は、戦中から人間に至るまでの多くの後生動物で、見られ、他の遺伝子の制御といった重要な役割を果たしていることが明らかになった。2004年にラスルザディガンのグループは、RNA が生殖細胞系に何らかの影響を及ぼしているという説を、ネイチャー誌に投稿した。これが実際に確認されれば、 従来の遺伝学に大きな影響を与え DNARNA の役割や相互作用に関する多くの謎が解明されると考えられている。2015年ペンシルバニア大学のトラシー・エル・ベイルらは生死中のマイクロ RNA の発現量が子に伝わり父親の獲得形質が子に受け継がれることを明らかにした。彼女らはオスのマウスに過度なストレスを与えそのマウスを メスのマウスと交配させた。生まれたマウスに過度なストレスを与えたところ、ストレスに対する耐性が父のマウスよりも高くなっていた。彼女らはその原因としてマイクロ RNA を挙げた。彼女らは父親マウスの生死中のマイクロ RNA の発現量が増加していることを発見し、このマイクロ RNA が受精卵内の mRNA を破壊している事実明らかにした。 これらのことは、父親が獲得した形質が、マイクロ RNA を通して、子に伝わることを示唆している。タンパク質によく用いられる20種のアミノ酸と、比較すると、RNA は4つの核酸塩基しか持たないにも、かかわらず、ある種の RNA は、高素活性を持っており、それらは、リボザイム、リボザイムイコールリボースエンザイムと呼ばれている。 RNA 差の切断や結合を行う RNA 触媒も存在しており、ペプチド差の合成を行うリボソーム中でも RNA が触媒活性中心となっている。二重差、RNA、ツナは、二本の相互的な配列を持つ RNA 差が DNA に見られるような二重差を組んだものである。ツナはある。 種の RNA ウイルスの持つ遺伝情報部位や、ミトコンドリア DNA 内の RRN、トレナなどに見られる。新核生物では、RNA 干渉の引き金となったり、セルナ生成の中間体となっている。セルナは、ミナと、しばしば混同される。セルナは二重差であるが、ミナは一本ぐさりである。未成熟ミナなどでは、一本ぐさりであっても分子内で、 ヘアピン構造を取る部分が存在している。RNA ワールド仮説は、生命が発生した頃には RNA が遺伝情報の維持、現在の DNA の役割と酵素のような生、科学的触媒の両方の役割を担っていたとする仮説である。これは RNA が DNA と比較して、無生物的に合成されやすいことなどが根拠となっている。この仮説では、 生物は遺伝情報の貯蔵媒体として RNA を使用し、その後の変異と進化により DNA とタンパク質が徐々に対等してきたと考えられている。ただし2006年現在、ゲノムとして RNA を保持しているのは RNA ウイルスのみであると考えられている。機能性の一本腐り RNA はタンパク質と同じように特別な三次構造をとる。 ことが要求される。三次構造の形成では、水素結合が駆動力となっている。二次構造で表現可能な部位として、ヘアピンループやバルジ、インターナルループなどが存在する。RNA の二次構造は、水素結合部位やドメインなどの組み合わせを自由エネルギーについて消し、コンピューターである程度予測することができる。ない RNA インターファーンス。 RNA 干渉とは、セルナ、スモールインターフィリング RNA、または日本鎖 RNA、ダブルストランドット RNA、ズナによって、配列特異的に遺伝子の発現が抑制される、現象である。日本鎖 RNA、ダブルストランドット RNA、ズナは、ダイサーと呼ばれるライボーヌクリース EE 酵素によって、約21から25塩基調の段差日本鎖。 RNA に切断される。この短さ2本腐り RNA 断片をセルナ、スモールインターフィリング RNA と呼ぶ。そのセルナ二両体はリスク、RNA、インドストサイランシングコンプレックスと呼ばれるアルゴノート、アゴータンパク質を含む複合体に取り込まる。その後、ターゲットとなる MRNA と塩基対合するセルナ、ガイド差を残し、 その反対差であるパッセンジャー差は、顎をタンパク質によって切断され分解される。残ったガイド差の5末端と3末端の1塩基は、顎をタンパク質のポケット構造にはまり込んで固定される。特に5末端がアデニン、または裏汁である場合には、顎をタンパク質と高い親和性固定され。さらに、5末端から2から8塩基目の塩基は、顎をタンパク質の構造と電化をうまく利用して、 表面に乗ることができる。この2から8塩基目の塩基の部分は、シード配列と呼ばれ、塩基配列の相補性を持つ mRNA を識別し、最初に塩基対合する場所である。その後、セルナは残りの9から20塩基目もターゲットとなる mRNA と塩基対合する。塩基対合した mRNA は、アゴータンパク質によって切断される。 この過程を遺伝子ノックダウンという。ダイサーは、ツナをセルナへと、またはプレミナをミナへと切断するライボーヌクリースイーイコーソである。リスク、RNA、インドストサイランシングコンプレックスは、症状場へにおいて、ツナを導入することによって誘導される、配列特異的に、標的 RNA を分解する活性を持った、副合体として反論がによって称された。 リスクの中核となるのは、アルゴノート、アゴータンパク質である。その他の構成要素として、RNA 結合タンパク質、RNA ヘリカーゼ、ヌクレアーゼなど様々なタンパク質が同定されている。炭酸 RNA は、由来によって名称が異なる。人工的に作られたものや、インビボゲズな線部体から生じたものは、セルナという。ミは、 遺伝子から作られる線具体 RNA に由来する。この遺伝子が発現する細胞内で特定の遺伝子調節機能を発揮する。ミナはミナ遺伝子から長い一時転写産物であるプリー、ミナとして転写される。プリーミナの中には将来ミナとなる配列が含まれておりその部分はヘアピン状の工事構造をとっている。ドラ王者というライボーヌクリー水位酵素が ヘアピン構造を切断しプレミナにする。核内のプレミナはエクスポーテンマイナス5によって細胞質に運ばれ細胞質でダイサーによってプレミナは切断されミナとなる。ミナはリスクを形成し標的 RNA を認識するガイド分子として働く。このようにセルナもミナも21塩期前後の長さの機能性エンクナであり、リスクの中のセルナとミナを 科学蘇生や機能で見分けることはできず、あくまで由来で分類する。ターゲット遺伝子に対する抑制効果に加えて、シード領域のみが対応した遺伝子群もオフターゲット効果と呼ばれる機構によって抑制される場合が多い。オフターゲット効果では、mRNA は切断されるのではなく、翻訳が抑制されることによって遺伝子機能が抑制されると考えられている。 哺乳動物細胞に 30bp 以上の長い綱を導入すると一部の細胞集団を除いて、ほとんどの細胞で細胞死が起こる。これは、インターフェロン黄黄または、抗ウイルス反応と呼ばれるディフェンス機構と得られている。リボヌクレオチド及びその結合体であるポリヌクレオチド、DNA、RNA などのリボ核酸は、生物を原料とするほとんどの食品に微量。 含まれている。重量比では、酵母、ベーカー、エスイースト、サッカロミセスセラビシア、ノリ、パープルレイバーなどで、リボ核酸の検出値が比較的高い。リボ核酸を摂取すると、体内で一旦のクレオチドに分解されて、DNARNBA を合成する材料となる。核酸摂取と核酸合成との関係は未解明な点が多く今後の研究が待たれる。 RNA を多量に含む食品が商業的に生産されている。RNA を効率的に分離するための RNA 源としてビール酵母などの酵母が利用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。